まあ、僕は結構ダービースタリオンやってたから知ってるんですけど、元騎手の藤田さん、この人はまあまあ有名ですよね。角田さんが亡くなったそうですってことで、まあ、正直この人知らないんだけど、確かな情報が、入ったら伝えますってことで、函館競馬コース内に車で侵入し、騎乗停止になった、角田騎手が亡くなった。で結構さ、このジョッキーってさ、こういうなんか荒れ狂った人多いよね。なんかぶん殴っちゃう人とかさ、他にもね、自分から命絶ったジョッキーいましたよね。後藤騎手だっけ、元騎手の藤田真嗣がライブ配信をしてるって、ね、元ジョッキーがこんな活動してるのもびっくりしたけどね。やっぱストレスすごいんだろうね。この減量とかさ、食いたいもん食えないし、あと負の波動も食らいまくってるよね。競馬する人ってさ、荒くれ者とか多いからさ、その人たちのエネルギーを受けたりとか、あと今ネットがあるからさ、ネットで直接受けるわけじゃん。てめえのせいで負けたんじゃねえかとかさ、あとまあ JRA も闇が深そうだよね。これね、ここなんですよね。これがその騎手の命がね、なんか絶たれた瞬間の出来事みたいですね。知らない人ですけどね、ご冥福をお祈りいたします。